皆さんこんばんは。今週も始まりました。森下仁短プレゼンツバイオレディオでございます。はい。さあ、奈々ちゃん。はい。えまあ奈々ちゃんもいろいろな活動をしておりますけども。はい。その、グラビアをやったり、そ,ね、そしてお芝居をやったり。はい、ねまあ、歌ってライブやったりって時もあると思うんですけども。はいろんなね、方面でか、ね、活動していると、それなりになかなか大変だと思いますけど、なんか心がけてることあるんですか、はい、なんか、その仕事によって。 やっぱり健康でいるっていうことがまず第一ですよね。そっちね。何をやるにもね。まあ、ハートが一番なんかテンション高めに、こう。なるほどね。いや、うちの奥様が言ってました、奈々ちゃんのこと。あの人、どんどん若なっていく。うれしい。秘密を聞いてこいって言われましたけど。まあ、奈々ちゃんもそうやっていろいろ多方面で活躍しますけども、今回のゲストの方も、ええいろんなジャンルで。 で、こい活躍されている方でございます。ご紹介お願いいたします。はい、ご紹介します。シンガーソングライターの広瀬沙羅さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。広瀬さん。はい。まだお若いんですよね。うん。1997年生まれです。ということは今23歳で今年24歳です。ちょっと1997年って最近ね。そうですね。 下手したら、ななちゃんもデビューしてるかもしれない,です、ねいそう。そうですね。もう本当にその頃です。<laughs> はい、すごーい。そうなんです。広瀬さんは、はいはい、えっと、元え、お芝居から入ったんですかこの世界に。はい、そうです。お芝居、うん、はい。出身地が宮城県ということですけども、はいはい、宮城の仙台市出身です。仙台出身で、その時にお芝居始めたんですかそうです。なので、えっと、14歳からお芝居を学びに東京に通っていました。ええ、はい、ー。 仙台から。はい。じゃあ最初にオーディション受けたとかじゃなく、学びに通ってたえっと、オーディションを受けて、その事務所に受かりまして、女優さんの活動をしてたんですけど、レッスンとか、公演のたびに土日をこう使ってレッスンをしたりとか、夏休み、春休み、冬休み。見たことがあるんですよ。おっ森下さん、その菩薩見たことがあるって。かなりリアだよね。見たことがあるって。 そうなんですね。女性の若い、同じ年ぐらいの女性だけでやってるんですね。そうです。同世代の女の子たちと、あの事務所の中で劇団を組んでいます。それが劇団ハーベスト。というやつだった。というん。舞台稽古の道具も全部自分で作るでしょう。 全部、全部作んですえ、装置も装置みんなでやったりとか。マジで劇団っぽいことを。はい、っ今、ぽいって言ったら。いや、団劇団や、いいや、いや、いや、い女の子ばっかりやったら、もう美術さんに発注した後全部手伝いませんみたいな、多い。なんか、全部叩いたり、自分たちさすらあかんの。叩き。叩くわけじゃなくてちょっとお手伝いぐらいだったんあ、でも一応。 はい。入って、一緒に入って。そうです、小屋入りして、あの、楽屋作ったりとか、あの、照明とか、音響さんのお手伝いをしたりとか、やってました。あじゃあ制作周りのお手伝いが何かいろいろして。いろいろ。でも14歳ってことは中学中学、えっと、3年生ですね。はい。から東京に通って。そうです。そうなんですね。それは刺激的だったんじゃないですか でも、急に知らない世界に入ってしまいたけど。そ、ね、だって仙台の環境と東京違うじゃないですか。全然、はい、その学校の友達ともまた違う雰囲気で、み、はいうんなと接してたので。うん、じゃあなんか当時、あの学校の友達にちょっとなんか、あいつ東京に出てみたいなふうなこと,とか言われなかったしかし <laughs> 言われました。<laughs> 最初馴染めましたまず東京にえ全然でした怖いでしょあのでもあの地方出身の子が何人かいてその子たちとあの一緒に共同生活しながら舞台をやったりとかもしてたので共同生活してたのそうですそれから高校には通ったのそうです地元の高校に入ってまたずっと通ってで18歳で上京してきました なるほど。えい,すごいもう18歳になったら完全に東京でっていうことになって。そうです。ほう。はい、そして、ええー、まあ、ミュージシャン、ね、シンガーソングライターでございますから、今、えー、今現在女優業っていうのは、はい、してるのはしてるんですか、はい、あ、えっと、2年くらいお休みをしてたんですけど、最近復活また復活して。そして、この音楽の方はいつからやってるんですか、うん 音楽自体はその劇団ハーベストに入ってる頃から主題歌とか劇中歌をあの自分たちの劇団の公演で作って、ね、自分作それは作詞作曲とかもそうです、はい、自分でそれは高校1年生2年生ぐらいの時からやってますすごいえ広瀬さんもともと何か楽器ができたとかですか もともとは小学校の時代に地元の仙台でスズメ踊りっていうのがあって踊踊りりっななはでしょうかかん扇子を両手に持って踊るんですけどちょっとよさこいみたいな感じでお囃子と踊り子がいるっていう感じの結構大きいお祭りがあって仙台市内を練り歩くそれを小学校1年生から6年生まで和太鼓をやっていて。 でお父さんがもともとドラムをやっていったのでそこからちょっとお父さんに音楽を教えてもらってっていうそれでこうねうあのシンガーソングライターとなっていくんですけどえもっと主な活動はその、はい、要は東京でもちろん活動してますけど向こうのの宮城の方でも活動されている、はいはい、あの東北ルーツプロジェクトっていう、はい、今所属しているところで、はい、舞台をあの0円 で、あのゲストで出演したりとか、その激南ハーベスの時代にしていて、でそこであのまあ東北をこう回ってツアーをしたり、舞台をしたりとか、あとはワークショップで、うん、あの訪れたりとかしております、うん。この東北ルーツプロジェクトってどう、はい、どういうもんなんですか？うん、えっと東北出身の俳優さんとかスタッフさんで、あの 劇を東京で作って、で、その地元に持っていこうというプロセクトになります。素晴らしいね、ですごいですね。で、今回僕ちょっと手元にいただいてるんですが、こちらね、8月の11日ですね。8月の11日に全国で流通されるようになりました販売されるようになりました。こちらアルバム。ララバイチェリーデッド。はい。よろしいですかはい。これ どういった感じのアルバムになっているのでしょうか、はい、はい、今回ですね、ファーストアルバムになります。お、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。<ー>初の全国リリースになっていて、うん、えっと、その初めてのアルバム制作というところで、約1年ぐらいかけて作ったアルバムになっています。も、はい、1>, 1年やっぱり。

あの <laughs> とあるふかく、ぜひ <laughs> 曲を聞いていただけたら嬉しいです。<laughs> はい、こういう曲を書くときって、どういう、はいはい ふと降臨してくるんですかそれともこう自分の中でこう練ってっていうタイプですかえっとなんかこう日常から思ったことをメモするタイプなので、うん、なその時思ったこととか、はい、あとなんかちょっと似た部分をこう切り取ってくっつけていって作ったりとかしてんかこう女優業やってる時とこの音楽やってる時ってなんか自分の中でちょっと違ったりするんですか何か、うん、あでも 立ち振る舞いというかその立ち方が全然違うなっていう印象があって、俳優してる時はその一つ演出家さんがいてっていうなんかその一つ視点、一つの視点に向かってみんなで こううやるるっていうのがあるんですけどうん、うん、ステージに立つ時は自分対お客さんっていう全然ちょっと違う、うん、物語の一部になって出す自分みたいなのと自分とお客さんみたいなその自分も自分でプロデュースしなきゃいけないみたいなんか全然違いますね。うん はいそ。そうです、ね、でも結構あれですかなんか素の感じですか、はい、そのステージって。あ、はあ、でも結構 MC だと素に戻ってしまうんで大変なんですけど、うんはい、あの曲の時は結構ちょっと集中してキリッとり <laughs> やります。見てみたいな。見<ー>てみたい切り替わった瞬間。はい、かっこいい。喋ってる感じものすごいおっとりしてる感じのような、わんとした感じの子ですけど。<laughs> はい ね,ね歌った、はい、ちっとちゅね、このギターの弾き語り基本的な。弾き語りです<ー>ただ今回のそのアルバムは三人アレンジャーを迎えてやってるので弾き語り曲は少なくなっています。なるほど、ほどそうなんですよね。だから、あの世代も経験も違うその幅広いアレンジャーの方たちがやってくれているということでございますから、か結構面白いアルバムに仕上がってるんじゃないると思いますけど。うんねはい、アルバムはこれどこで買えるんですか？ これはえっとタワーレコードさんとあとアマゾンさんと HMV さんとあとウルトラ渋谷さんですねあとはあの私の公式のオンラインショップのウサラチェリーレッドラバーズというのがあるのでそこから買っていただきます今も便利な時代なんでね CD ももうすぐ横に届きますからねはい、ぜひねこのものを手に取ってライブとかをみたいなきみ聞きに行きたいなっていう人ってライブとかってあったりしますこんな ご時世ですけどそ<う>なかなかなですね。まだちょっと準備段階ではあるんですけど、うん、こうあの安心して皆さんが全国から来られるようになったりとか、うん、私も全国に行けるようになったらどんどんやっていきたいなと。ま今日 KSF の神戸行ったことあるの？あ、一回だけ。<laughs> 分かった。ったどうでしたか神戸の街は？<laughs> 神戸の街は全然見れてなくては <laughs> <laughs> 何かった。なんか最近聞いたらね <laughs>、はい。 ほんまに着いたらロケバス乗せられてすぐ現場行か、行って、またロケバスで帰ってきただけっていうね。<laughs> うえ、じゃあ、中華街行ってなんか食べたとかもなく <laughs> 何にも。 何もして神戸の夜景も見ず何も見ずしかも吹雪だったという吹雪でした帰りはだから今度ぜひちょっとねゆっくりね神戸でもねライブしてもらいましょうライブ聞きたいぜひぜひ聞きたいですそんな申し込みたくさんないかな本当に皆さんもしライブやってという場合あったらぜひぜひキスエフ f の方にねの皆さんの声でメールくださいメールメッセージいただければと思いますけどもさあそして今回はこのアルバムの中からちょっとね聞いていただと こうと思いますけども、はいはい、ええー、まあ、今日二曲聴いていただくということになっております。はい、この後まず一曲目でございますけども、はい、これはどんな曲を。はい、あのリード曲の、えっ、ー、と、チェリーレッドの夕焼けという曲になります。チェリーレッドの夕焼け。これどういった曲でございますか。うんうん、これは、このアルバムのタイトルにもなっている、チェリーレッドという、フレーズが入っている曲で。うん 夕暮れの曲です。ェ夕暮れリーレッドこの中ですね、ねジャケットもその夕日の感じね。はい。これはめちゃくちゃ聴きたい。リレッドそして、この番組最後のところでですね、はい、もう一曲聴いてもらおうと思いますけど、その曲は、もう一曲は何でしょうかはい。コールドムーンの下でという曲になります。コールドムーンの下で。 次はちょっと月のやつですか。月かこれはピアノと歌だけの曲になってます。<ー>ちょっと楽しみでございますので、はい。ゴールドムーンっていうのがいいですね。はい。えー、2曲今日は聴いていただきたいと思います。はい、それでは1曲目の方の曲紹介をしてもらって、広瀬さんとはお別れでございます。はい、えー、それでは曲紹介をお願いいたします。はい。広瀬サラで、チェリーレッドの夕焼け。